戦国ナンバーワン武将はこの人、鬼島津こと島津義弘の強さには誰もかなわない。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は鬼島津こと島津義弘について紹介していこうと思います。戦国時代で一番強くかっこいい武将といったら誰が思い浮かびますか？個人的には本多忠勝や立花宗茂、そして何といっても島津義弘。島津の名を天下に轟かせた優勝であり、関ヶ原の戦いにおける決死の突破劇、島津の軒口の当事者でもあります。しかも部下思いで家族思い、名将の条件がこれでもかと揃った彼についてたっぷりとご紹介しましょう。島津四兄弟の次男、島津義弘は天文4年1535年に島津の名手と呼ばれた島津隆久の次男として生まれました。兄に義久、弟には利久と家久がいます。祖父の島津忠義実親祭は遊具英略をもって他に傑出と義弘を評していましたが、成長した彼は祖父の言葉通りの武将となっていくんです。そんな義弘ですが、初陣は20歳の時と少し遅めでした。この頃の島津家は周辺豪族たちとしのぎを削り、徐々に勢力を拡大しているところだったんです。初めて義弘が敵の首級を挙げたのはその3年後。この時の義弘はすでに優勝としての片鱗を見せ始めており、先陣を切って敵中に突入し、見事一騎打ちを制したそうですよ。ただ自らも5本の矢を受けて負傷するなど、まだまだ若い部分も見せています。それでも傷をものともせず戦う若武者に島津の兵たちは勇気づけられたに違いありません。激戦木崎丸の戦い。この頃の島津家の敵は日向宮崎県の伊藤義助でした。手強い相手で義弘もなかなか勝てずにいたようです。そんな中で父隆久が亡くなり、兄の義久が島津家の当主となったため、義弘は兄を補佐して戦の最前線に立ったんです。元亀3年1572年、義弘は伊藤義助との木崎丸の戦いに挑みました。ここで義弘の奇襲作戦が見事にはまり、3000の伊藤軍をわずか300で倒したんです。そのためこの戦いは九州の桶狭間とも呼ばれています。義弘自身も日州一の槍付きと評された相手を討ち取り活躍します。またこの時に義弘が乗っていた馬が敵の攻撃をかわしたおかげで命拾いをしたという局面もあり、義弘はこの馬を膝付き栗毛と名付け、主な合戦には必ず連れて行ったということです。お墓もちゃんと建ててあげたそうですよ。木崎丸の戦いの結果、伊藤義助は衰退し、島津の強敵はまた一人いなくなりました。この後島津家は耳川の戦いで大友宗麟を破り、九州に島津ありを決定的にします。それからも義弘を中心に快進撃を続け、肥後の相良氏や阿蘇氏を制しました。そして弟の家久が沖田縄手の戦いで龍造寺高信を撃破すると、九州平定はもう目前となってきたんです。秀吉に屈する苦渋の決断。しかし島津家の勢いを阻んだのは天下人豊臣秀吉でした。耳川の戦いで敗れた大友宗麟が助けを求めたため、秀吉は大軍を九州へと派遣してきたんです。弟家久の活躍によって初戦の碧木川の戦いでは豊臣方に対して大勝利を収めた島津家でしたが、どんどん上陸してくる豊臣方の数には抑しきれませんでした。義弘は3万5000の兵を率いて根城坂の戦いに挑みますが、対する豊臣軍は10万以上。自ら敵中に切り込み奮戦した義弘ですが、やはり叶うわけがなかったんですね。そのため島津の当主である
兄義久は提発し、秀吉への恭順を示しました。これは義弘にとっては想定外のことで、彼は当初徹底抗戦を主張し、一歩も引きませんでした。しかし兄の説得により、島津家の存続のためついに折れたのでした。こうして島津は薩摩と大隅、日向の一部のみの所領となってしまいました。目前に迫っていた九州平定がスルリと逃げていったわけですから、みんな悔しかったことでしょうね。ただ秀吉は義弘を買っていたようで、豊臣政権との窓口役は主に義弘が担うようになりました。義弘がこの時に家督を譲られたという話もあります。秀吉としては義弘と義久を仲違いさせようという目論みがあったとも言われていますが、義弘はこんなことで兄を裏切るような男ではありませんでした。そのため島津家の結束は揺らぐことはなかったんです。そんなところもかっこいいですよね。朝鮮出兵で大活躍、鬼島津と呼ばれる。しぶしぶ秀吉に恭順した義弘ですが、一度従えばその主の下で全力を発揮するのが彼の持ち味。文禄の役では本国で起きた一騎鎮圧のために遅れてしまった島津隊ですが、次の慶長の役で名誉を挽回したんです。義弘は7000の兵で3万の大軍に挑み、見事勝利を収めました。最終的には4万もの兵を打ち取ったという島津家の記録があります。この凄まじい活躍ぶりは敵軍から鬼島津と呼ばれて恐れられたそうです。どうしてこんなに島津の兵が強いのかというと、義弘の傭兵の巧みさだけではなく、兵の心をつかんだ義弘の人柄もありました。異国の地での戦いは厳しく、冬には凍死する者も続出したんですが、島津隊にはそれがいなかったとか。というのも義弘は兵たちと一緒になって暖を取り励ましていたそうですよ。また義弘は常日頃より家臣を大切にしており、家臣に子供が生まれた時にはその家臣や子供を館に招き、子供を抱いて子は宝なりと自ら祝ったそうです。元服した者が義弘にお耳にした時には一人一人言葉をかけて励ましたというんですから、これで忠誠を誓わない者がいるわけがありません。そんな家臣たちの忠義が如実に現れたのが関ヶ原の戦いでした。伝説の島津の軒口。関ヶ原の戦いが起きた時、義弘はちょうど上方にいました。しかし率いる兵は少なく、その上本国で反乱が起きていたということもあり、本国から彼に援軍は送られなかったんです。しかし義弘の苦境を聞きつけた本国の家臣たちの中には、手勢を引き連れて関ヶ原へと向かった者たちがいたんです。家老の長寿院森敦や中満重方、老いの島津豊久たちでした。様々な説がありますが、義弘は最初は東軍として伏見城に入ろうとしていたとも言われています。しかし伏見城を守る鳥居元忠と徳川家康の連絡ミスにより入城を拒まれてしまいました。それってどうなの？もしこれで義弘が東軍に入っていたらどうなっていたんでしょうね。この時の決死の鳥居元忠の生き様を表した動画は右上のおすすめから見られます。とまあそういうわけで、義弘は西軍に名を連ねることになりました。しかし積極的に兵を動かすことはなく静観していたんです。ところが小早川秀秋の裏切りによって戦局が一気に動くと、義弘率いる一帯は東軍の真っ只中に孤立することとなってしまいました。どこを見ても敵だらけという状況で、義弘が選んだのは敵中突破でした。義弘を逃がすために兵たちは何人かが一団となり敵を足止めし、全滅するとまた何人かが私兵となって敵を足止めするという捨て構り戦法を取りました。この中で長寿院森敦や島津豊久は
壮絶に討ち死にしています。こうして義弘一行は敵中をものすごい勢いで突破し、福島正則や井伊直政など猛将として知られる武将の隊を蹴散らして、ついに逃亡に成功したのでした。愛妻を救い出しての薩摩への帰還。関ヶ原を脱出した義弘ですが、大阪にはまだ人質となった妻子が残されていました。家臣はそのまま薩摩への帰還を進めますが、義弘は、人質を置いてどの面下げて帰れようか、と、まずは大阪へ向かい、妻子を救出してから薩摩への帰途に着いたそうです。実は、大根を洗っている妻を見初め、その大根をくれ、と声をかけたところから始まった、義弘夫妻の縁だったんです。妻を深く愛した義弘は、朝鮮からもまめに手紙を送っていました。今夜もお前の夢を見た。なんてことが書いてあったりして、どんだけ奥さん好きなんですか。そこがまたかっこいい。なんとか薩摩に帰り着いた義弘一行。残念ながら関ヶ原で300人いた兵が、この時はすでに80余りにまで減っていました。当然義弘は罪に問われても仕方ない状況でした。しかしここで兄義久が島津の当主として徳川方に、これは弟の独断であり、島津本家には関係ありません、ときっぱり返事をし、義弘を蟄居させて徳川から守ったんですよ。これによって義弘は命を救われ、島津家も薩摩を奪われることはありませんでした。その後隠居した義弘は元和5年1619年に85歳の長寿を全うします。殉死を禁じていましたが、それでも13人が殉じました。晩年寝たきりとなった彼ですが、殿、戦でございますと声をかけられると、かっと目を見開き、驚くほどの食事を平らげたと言います。最後まで戦場を忘れなかったんですね。まとめ。1、島津四兄弟の次男として生まれ、武勇に優れていた。2、義弘の指揮のもと、数々の戦いに勝利を収めた島津家は、九州平定目前まで行った。3、豊臣秀吉の大軍の前に、やむなく降伏した。4、朝鮮出兵では、鬼島津と呼ばれ、恐れられるほどの強さを誇った。5、関ヶ原の戦いで、島津の軒口を敢行、敵中突破を果たした。6、妻を救出してから薩摩に帰るほど愛妻家だった。実は医術にも通じていたという義弘。本当にパーフェクトな武将ですよね。こんな主になら命を捨ててもいいと思う兵がたくさんいたんでしょうね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。